東海の刀鍛冶つなぐもの。長野県東海市で刀剣の展覧会、東海の刀鍛冶つなぐものが開催中です。この展覧会は東海市20周年を記念した事業で、オンラインゲーム刀剣乱舞オンラインともコラボしています。入り口には刀剣乱舞オンライン源清丸の等身大パネルが。グッズの販売も充実しています。展示会場では東海市が所蔵する刀など23点を展示。刀剣の展示の配置やライティングなどは東海市在住の刀剣作家宮入典弘刀匠が監修しています。東海市出身の江戸時代の刀工源清丸をはじめ、山浦正雄、山浦兼虎、そして宮入典弘刀匠による刀剣、さまざまな刀と対話できる特別展となっています。東海の刀鍛冶つなぐもの特別展の開催は11月24日まで。お見逃しなく。